江ノ電バス、鎌倉営業所。江ノ電バス、鎌倉営業所とは、神奈川県鎌倉市岩瀬1122にある、江ノ電バスのバスの営業所の一つ。2007年12月1日に、江ノ島電鉄自動車部から分離し外社化された、横浜市とつかく、栄区内路線と鎌倉市の路線の一部を、主に管轄する、営業所を、鎌倉市岩瀬に、待機所を、 とつかく舞岡町にそれぞれ置く。営業所の最寄りのバス停は、平島である。鎌倉営業所裏や渡しゃこ鎌倉営業所とは言う。ものの、実際には、横浜市内の路線がほとんどである。営業エリア内には、古くからの集落に加え、横浜市南部の丘陵地帯を造成して建設された、団地、住宅地が多い。所管系統のほとんどは、ターミナル駅と団地、 住宅地を結ぶものであるが、大船駅と上大岡駅を結ぶ、長距離系統や、本郷台駅から、境駅西部の田園地帯を循環する、ローカル系統も存在する。メインターミナルは、戸塚駅と大船駅である、均一運賃エリアである、戸塚区舞岡地区や横浜市中心部への乗り入れ路線があることと、ラッシュ時は乗客を短時間で降車させるのに便利な、ことから、 運賃待機路変動性の区間が多いものの、乗降方式は、前乗り、運賃先払いが採用されている。2005年には、横浜環状南線建設に伴い、東営業所が面する環状4号線道路、拡張工事のため敷地を交代させたことで、減車を余儀なくされた。そのため、それまで所管していた鎌倉湖畔循環線、大船高校線、小袋屋線を、 一部車両とともに、湘南営業所へ一貫させた。車庫は平島のみであるが、戸塚区前岡町に待機所が置かれ、戸塚方面の運用につくバスの休憩、待機に使用されている。東海道本線の線路沿いに運行される路線。線越えの電がバス事業を再開して、以来の幹線である。駅間を結び、沿線人口が多いことから、終日利用者が多い。大船駅の朝、 第一便が飯島上町始発となっている。T41 は南谷付近に建設された大型マンションの利便性を考慮して開設された。かつては夕方に戸塚駅南谷の便があったが、現在は平日朝の戸塚駅行きのみである。戸塚駅に到着すると、階層で南谷まで戻り、前述のマンションの敷地に入って折り返す。なお、 2014年5月のダイヤ改正までは、大型車が運行していたが、ダイヤ改正後は主に日中において、下倉田循環線と同じ中型車での運行が増えている。戸塚線を鎌倉八幡宮まで延長したものである。正月三ヶ日,日のみ運行される。三ヶ日,日の間の日中は、すべての便が八幡宮まで直通し、通常の T4 系統は朝、夕方以降のみの運行となる。 繁忙期の七月、江ノ島駐車センターを発車直前の、急行渋谷駅行、ドアステップには、車掌の姿が見える。手前の集団は次の便を待つ乗客。車両は、不桑 r 四百七十ロマンスシート車九百五十四年、運行開始。当初は高速道路がなかったため、渋谷駅から、上がり馬まで玉川通り、乗馬から馬込まで、関7通り、馬込から横浜まで、 第2京浜国道を走り、横浜駅からは常述の大船、鎌倉経由江ノ島線と同じルートを走った。その後、第3京浜道路の開通での世界となって途中、ノンストップに変わったが、末期には、世帯営業所への停車が追加されていた。最盛期の1960年代には夏季に大幅増発が実施され、貸切車も含めた前扉ロマンスシート車、 中扉ロマンスシート社が総動員されていた藤沢営業所と共感、1974年6月30日限りで廃止、詳細は東急バス目黒営業所江ノ島線を参照、G1、上、長屋駅日ち山、京急ニュータウン全区間で横浜市営、バス45系統、神奈中バス東12系統と並走していた。 戸塚駅発の25から3系統とペアで運行されていた。2019年12月16日のダイヤ改正で廃止された。運行最末期の2019年12月には G1 という系統番号が不満されていた。Y2、大船駅東口ターミナル笠間十字路、天神橋日の上大岡駅前、日の出町駅前横浜駅大船駅より、 鎌倉街道を北上する長距離系統である、平日は1日3往復と、と休日は1日6往復と平日ダイヤよりも、と休日ダイヤの方が運行数が多い。上大岡駅北の江ノ電バスは、横浜営業所が担当する、高4201系統栗木線を中心に運行されており、ルートも栗木線と同一である。 2019年12月16日のダイヤ改正で、栗利線船と共に廃止された、運行最末期の2019年12月には、Y2 という系統番号が不満されていた、鎌倉営業所の車両、江ノ電においては、長尺4枚折りと車は、鎌倉営業所のみ配置富士重工車体を仮装した、三菱不装 PMP218P203 号車、 所属車両に付けられる3桁の車番は頭が2番台。かつて大船営業所と鎌倉営業所が統合される。以前は大船が2番台、鎌倉が5番台だった。大型車はほとんどが三菱不装製で94年度導入車までのボディは富士重工製以降は三菱純製である2005年よりノンステップ車 PJMP37JM が 導入されていたが、2007年、長弱車が約9年ぶりにワンステップ仕様で導入された。さらに2008年には、長弱ノンステップ車も導入されている。このように、長弱車が導入されるのは、前日のように、当営業所の営業エリア内には大学をはじめ団地、大型住宅地がいくつも存在し、時間帯によっては一気には積み切れないほどの乗客があるためである。 251号はエノデン開業110周年、エノデンバス開業85周年を記念して、エノン君号として運行中である、2014年2015年に短着ノンステップが1台ずつ導入された。稀に、イスズ車も導入されており、1996年式車までは、富士重工性ボディが仮装されている。エルガは唯一のワンステップ車が2004年式で、さらに、 ノンステップ車が2009年式で数台それぞれ導入された。中、小型車は、下倉田循環線が開設された際に、新車のド、トラックス製小型車、KCRN211CSN と、藤沢営業所から転属の伊須津製中型車、PLR312 階が配置された。2001年の光が丘循環開設の際には、日の製小型車リエッセが2台導入されて、 ほぼ同線専用として使用されたが、車幅が短いことによる輸送力不足のためか、この2台は藤沢、横浜営業所へと相次いで転属となり、代わりに日産ディーゼル製小型車系 KRN252CSN が2台導入された。また、2002年頃に横浜営業所より日産ディーゼル製中型ノンステップ車、 KKRM252 ンが,が転属して、ゲクラタ順管線を中心に使用されるようになり、2006年にも、新たに、日産ディーゼル製中型車が導入された。2013年2015年にも、新たに、三菱不創製、中型ノンステップ車が一台ずつ導入された。2013年にも、新たに、日野製中型車が一台導入された。北本郷大船でも使用される。 特定者は、日産シビリアンが在籍し、マンション住民送迎と、明治学院大学職員送迎を自宅している。2006年に乗り合い車にドライブレコーダーが設置された。ありがとうございます。